皆さんこんにちは、わかなずキラキラキッチンのお時間です。今日はいろいろな食感が楽しめる具たっぷりのあんかけチャーハン紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせるわかなずキラキラキッチン。さあ本日は具たっぷりのあんかけチャーハン。まずはご飯に溶いた卵と油、塩を加えよく混ぜ合わせていきます。溶き卵を温かいご飯に混ぜることで卵でコーティングされパラパラのチャーハンに仕上がります。次にお湯に塩と油を加え沸騰させます。本日のチャーハンは具たっぷり。これらの具材を沸騰したお湯に入れて湯通しするんです。エビも同じく塩と油を入れたお湯に入れ湯通ししていきます。あんかけの具を下茹ですることで素材の臭みを消し取り旨味を閉じ込めています。次に長ネギとひき肉を強火で炒めます。お肉に火が入ったら先ほどの卵ご飯を加えます。空気を含ませながら炒めるとパラパラになるんです。きれいに器に盛り付けたら次はあん作り。水に調味料を加え火にかけます。沸騰したら先ほど下茹でした具材を加えてひと煮立ち。水溶き片栗粉でとろみをつけて香り付けにごま油を加えたらあんの出来上がり。あとはたっぷりとあんをよそって豆苗を添えたら具たっぷりのあんかけチャーハン出来上がり。パラパラチャーハンにいろいろな具材が入ったあんかけに旨味と食感が口の中で広がります。見た目にも華やかになるようにカラフルな食材を組み合わせています。ぜひご家庭でも作ってみてください。お酢とからしでさっぱりと。